じゃあ動画撮るよ。うん。今日は、さゆちゃんのバッグの中身を紹介してもらいたいと思います。え、本当に？ぐちゃぐちゃだよ。いいよ、持ってきて。やだよ。持ってきて。わかった、しょうがないな。だよ。はい。はい。バッグをでは開けてもらおうかなと思います。はい。ちょっとね、ママのパソコンが壊れて、はい、前に紹介したのをまだカメラに入ってるから編集がちょっとできない状態で、実はこのバッグは購入品紹介で洋服とバッグを購入した動画が実はあるんですけど、それがまだなんとパソコンが壊れたのでちょっと編集ができないので、バッグだけちょっと先にお見せするような形になりますが、バッグから紹介したいと思います。このバッグはこんな感じで肩にかけられて楽なので、この形のバッグを購入してみました。はい、それではまずはこの小さなポケットから開けていきます。本当にね、中身は大したものじゃないんだよ。中身はまずはこちらの WIGO135 で購入した星型のメモ帳になります。一つ100円でミニサイズなのでバッグの中に入れています。すぐ何かあった時にメモできるようにバッグの中に入れています。そして次が、よいしょ、次はこちらのチャオの1月号の付録についてきたライトペンになります。さっきのこのメモ帳に書いて遊んだりしようと思って入れています。そして他に入っているのが、じゃん、こちらのウォーターリップになります。乾燥するのでこの季節はよく塗っています。スースーするメンソレータムのリップになっています。これはお気に入りです。ここの横にもポケットはあるんですけど、ここにはまだ何も入れてなくて、そしてその下にここのキーホルダーで猫がいます。それでは上の大きいチャックを開けていきます。よいしょ。まず上の大きいチャックに入っているものは、こちらはガールズトレンド研究所のポーチになります。さゆちゃんはそれにちょっとお金を入れたりして持ち運んでんだね。そうだよ。はい、では次は、次はね、よいしょ、このポテウサロッピーのエコバッグになります。はい、つい最近動画で紹介したばっかりのエコバッグを入れてます。はい、早くこれ使いたいな。そして次が、じゃん、はい、こちらは北海道とマスクになります。ジップロックに入れてんだね。そうだよ。主婦みたい。もうちょっと可愛い袋買ってあげます。イエーイ。もっと可愛いね、ジップロックもあるからね。あるんだ。そう、ジップロックはまあ確かに使い捨てですごく便利なのでいいと思うんだけど、それはちょっとね、台所用じゃないけど、こんな感じなので、さゆちゃんはそこにマスクと北海道入れてるそうです。はい、他は？他はね、他何入れてるの？かわいい、よいしょ、こちらは、うん、これも同じくチャオ1月号の付録の、なんて言うんだろう、いろんなセットがついてんだよ。お手紙セットとか、うん、こういうネイルシールとか鏡とかいろいろついてて、うん、なんかこういうお出かけした時に鏡をこう見て大丈夫かなとか見たりするのにいいと思ってこれ入れてるんだ。メモ帳付きのやつを持ってくる。そう、でちょっと時間が暇な時はそういうの眺めたりして、そう、あとネイルシールがあるからお出かけ中にこうやってつけたりさ。かわいいね。それはチャオ1月号の付録だったんだね。うん、はい。そしていっぱい入ってるよ。何を持ち運ぶ？最後が、イエーイ、ね、はい、こちらの、うん、これも超1月号じゃなくて、これ何月だっけ、12月号付録の、うん、これはポーチになります。おー、かわいいね。そしてちーちゃんのスクイーズ。うん、スクイーズだ。どう？でもこれは高反発なんだよ。高反発か。ちょっと一回触らせて。いいよ。これは低反発ではなかった。でも可愛いね。うん。じゃあこれには何が入っているのか教えてください。はい、わかりました。中にはこの
三宝石で購入した鏡が入っています。はい、こっち映さないでください。はい見えちゃいます。はい、鏡です。小さい鏡だからすごいいいね、持ち運びね。うん、持ち運べる。そしてこの中に入っているのがもう一個が、よいしょ、このね、リボンの櫛と鏡がついているやつ。それも三宝石で買ったやつだね。そう、こうやってあったり、出先でも髪の毛を直せるね。うん、かわいいかわいい。しかもさ、この色好きだからお気に入りなんだ。うん、そして他は、よいしょ、いろんなブレスレットになりますそんなの入れてんのほら、チャラチャラすごいね、そんなの入れてたんだ。そう、今日はどこに行くときはこれって感じなの。そうすごいジャラジャラしてるそれ多分クレーンゲームで撮ったやつも入ってるよね。うん、入ってるこれとこれ。そうなんだ、持ち運んでたのね。持ち運んでた、ずっとだって綺麗で可愛いんだもん。そして最後もう、うん、もう終わりだよ。以上で終わりです。汚いね。汚くないよ。汚いじゃん。まあでもちっちゃいバッグの割に結構いろんなものが入っていたなって思った。結構入るんだよね。ね、重くないの。重くない、全然楽ちんな感じ。楽ちん、めっちゃ。へえー、そっか。はい、こんな感じでさゆちゃんの抜き打ちバッグ中身紹介でした。はい、はい、こんな感じで私のバッグ紹介を終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。勝ちだ勝ちの動画を見てね、また見てね、バイバーイ。